で今は静けさとかねの中であの周りがどうあっても自分が静かでという,こう感じで体験をしましたけどあのさっきのねえびくんの質問に答えるとねちょ,ちょっとここに座ってもらっていいですか、はい、体だけ貸してください。はい、でここで例えばなんかクライアントさんが、まあ、悩んでることがあったり、まあ、やりたいことがあったりすると。 であのこれに対して何を言ってもその肯定的なね無条件の肯定的な眼差しとか関心を持って関わるでここに入っていくその時にはクライアントさんと同じ世界を見ようとするでこの人よりももっとそれをしっかり見てでその結果として起こってくるこれを感じようとするでそうするとここに感情が湧き上がってきたりとか体に反応が出てくるでここにすごい今この瞬間生きてる自分の体全身を感じてるしで 気がいいてるし、で同時に隣に隣る人のことと。も気がついてると、ね、でこのことをやりながらもどっかで周りで起こっていることにも気がついてるというか、ね、何らか感じてるし過去のことも未来のこともここの日本のことも世界のことも宇宙のこともどっかで同時に気が付いてるような意識状態でセッションをしてるからです。 同時にあるとこういうことなんですね。で、だからこそここにすごい。共感的にもいられるし。でも別にそれにとらわれずに。いろんなことを考えられるで、過去から学びながらその未来っていうものをこう作っていくということがそのできるんだっていうことです。最初全然わかんなかったんで、今皆さん全然ピンとこなくても構いません。ある時、平本さんに言われたんですね。あの。 平本さんにね、コーチングしてる時どんな意識状態なんですかというふうに質問したことがあります。そしたらね分かりやすく言うとねあの、えー、菩薩みたいな状態なっうんで全然分かりやすくねえなと思って <laughs> 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 全然分かんないっつって <laughs> それであの、まあ、ちょっと平本さんそういうところがあるので <laughs>。 全然わからないいろいろ聞いてったらねあのすごい面白いことを言ったんだよねでそれが菩薩なのかどうなのかいまだにわかんないけどねあのこういうことなんですよ、えっと、皆さんちょっとねえびくんも含めてね、まあ、どっち右でも左でもいいからあの聞き手をちょっと出してもらっていいですかで、えっと、親指ちょっと動かしてみてで親指感じるね人差し指動かして人差し指感じる中指感じるね薬指感じる小指感じるでもう一回ね親指を動かしながらもう人差し指のこととか中指のこととかも同時に感じることは別に できます、ね、こういう状態だってわけ意味わかんないねでどういうことか説明しますねあの親指が自分だと思ってで自分のことは感じてるし自分のことを動かすこともできるとででもその時に人差し指がクライアントだと思ってクライアントのことも同時に感じることができるわけさあウニャン椅子を持ってちょっと前に出てきてはいうん。 その椅子、はい、持ってそのまま出てきてで、えっと、あじゃあここに座ってここでいいよこのまんまね。はい、でえっと 普段はね、あのセッションの時は1人しか来ないけどまあ、なんかその、えーっと、この人との関係をどうにかしたいってい相手だと思ってでこの人が中指だと思って変な話だけどだからねあの親指を動かしながら同時にクライアント人差し指を感じてたりとかそれから中指クライアントの相手役を感じてたりすることもできるわけでね「守、えっと、さんちょっとごめんなさいあのこその辺に椅子を置いて座ってくれるその辺に椅子を置いて座ってこれが薬指だと思ってで、これはねクライアントの過去だと思ってねっ であの親指自分が動きながらですよでもクライアント人差し指で感じね中指でクライアントの相手役を感じそして薬指でクライアントの過去を感じることができるってそうでしょねはい、はい、そしてザここに出てきて、はい、この辺に向こう向きで椅子を置いてであそうそう、うん、そこでいいよ、はい、でこれがクライアントの未来だと思ってで薬指で同時に 未来を感じてるとで感じてるしその全体をこう俯瞰してる見てる手のひらを見てるみたいにねだから自分のことも含めて親指人差し指中指薬指小指で全部のことを同時に感じてるしそしてそれを全部を見てるようなこういう状態なんだと言われたわけです。また平本さんかっこつけてと思ったんだけど。<laughs> そんなことできないよと思ったんだけどやっぱり今じゃあ自分がねその12年経ってどんな感じでセッションしてるかって言ったらどっかこういう感じなんです。であのでだからよりそれをやれるようになろうと思って何をしてるかって言ったらさっきみたいな瞑想してるわけねさっきもう今の自分の体の感じて,ってね感じて隣のにいる気配を感じてで同時にこれを感じてその周りにも人がいるのを感じて周りで起こってる出来事を感じて。で 世界とか宇宙とかを感じてでもまた同時にここにいる体を感じて隣にいる人も感じてってあその瞬間にどっかであ自分のことも感じてるし隣の人のことも感じてるしでなんか過去とか未来もどっかで何か感じてるしで今やってることがどんな未来につながっていくかホクホとここでやってることが未来をこう変化させてることも感じるしでなんとなくその全体を見れてるようなでこういう意識状態が出てくるとやっぱりこういう状態でどっかこれをセッションに持ち込めたらですよ。 ただ話を聞いて何かそれについて質問してっていうここに意識がとどまってるのとは違うことがここでできるわけです。でその全体を感じながらクライアントの話聞いて何かを感じて自由に何かぶつけてみるそしたらこれによってこの人の心が動いてるこっちの心が動いてるのも感じるしこっちの心が動いてるのも感じるしこっちにも影響があるのも感じるでそれがクライアントの未来に影響を与えてるのも感じる。でこれぐらいを意識範囲にしながらってこれなかなか大変なことですけど意識範囲にしながら ここで言ってること、やってることを感じながら、何かを投げ返してみて、それがどう影響するかっていうことを察知するような。そういう世界で、あの十年経ったらセッションしてるっていうことなんです。で、あの瞑想のトレーニングは、あの、非常にこういうことを作っていくのにいいなと思って、あの、さっきみたいな瞑想。あ、あれは私が自分で作ってやってる瞑想ですけど、ああいうのを作って、あの、自分の脳をトレーニングしてるっていうことね。ありがとうございます。皆さん、お戻りください。はい。じゃあ、ちょっと隣の人と感想ですよ。どうぞ。